H&KP30 はドイツの重機メーカーであるヘッケラコフホ社が同社の H&KP2000 の改良モデルとして2006年に発表した自動拳銃である。2005年の発表時には H&KP3000 の名称で発表されていた。2005年に H&KP2000 の改良型として発表されたのがこの P30 である。 もともと女性警察官からの要望により、グリップのバックストラップを交換できる P2000 を開発したが、今度は男性警察官からグリップが細いとの苦情が出るようになり、合わせてグリップパネルも交換できるようにした。また、それまで独自規格であったマウントレールをより汎用性の高いピカティニーレールに変更している。また、ローリングインジケーターにも改良が加わっており、 金属プレートがせり上がってくる形となっている。また、暗闇でも見えるよう赤い蛍光塗料が塗布されている。発売時点で、ドイツ連邦警察局やドイツ税関から1万3000兆の発注を受け、さらに、ノルウェー警察も7000兆の発注を確定している。また、気候や引き金のバネの重さには、7つのバリエーションが存在する。2016年現在、 9mm パラペラム弾と 40S&W 弾のラインナップがある。ありがとうございます。